どうもシャーペンです。今回は、スパイファミリークラブ絶賛開催中なんですけども、終了が6月2日の12時までということで、もう嵐のように発表されて終了するのもすぐなんで、もう本当にもったいないんですよね、この作品で。この短期間っていうのは、まあ、贅沢だなと思ってしまいますけども、まあ残りの期間楽しんでいきましょう。まあただ本当に今回やることはスタミナ消費して賢さ上げて、毎日アイテムもらって、で、アニャコイン集めてぐらいですからね。で、ガチャがあるよってぐらいですので、まあまとめとしては今回、ガチャキャラ最終考察ぐらいじゃないかということで、まあいろいろと判明した結果、誰が当たりなのか、絶対引くべきなのかってのを考えていこうと思います。ご覧ください。まずは、ロイド・フォージャー。で、SS の詳細とか演出ご覧ください。どうぞ。子供が泣かない世界。そう作った俺は、スパイになった。アビリティなんですけども、水属性初の地雷魔法陣減速神に対応しているセットと、でその対応だけでなく2種の超アビリティと友情ブーストで、さらにそのバイタルキラー M、まあ、結構最近バイタルキラーつくこと多いなと思って、まあ、敵の HP が半分以上の時はキラー入るんですけども、半分を切ってしまうとこのキラー関係なくなっちゃうんで、ちょっと扱いづらいことはあるんですけども、このロイドは結構相性がいいというか、まあ、HP 満タンから半分までは高い時間の食い性能を生かして削っていって、で半分切ったらこの SS の割合効果で削っていけるんで、かなり噛み合ってるんではないかなと思いますね。で殴りだけでなく友情コンボの方にも友情ブーストと超バランス型の倍率型のチャージショットがありまして、これ使用として近くの敵に飛んでいくっていう、だからちょっと狙いを定めるのが難しいと言いますか、まあ、ビットンとか盾みたいな自分の攻撃をしたい敵に飛ばないってことはよくありますし、まああと威力に関しても発動させる味方の移動距離に応じて、まあ、威力が上がっていくってものなんで、全然火力を出せなかったりすることはあるんですけども、とりあえず理想火力は高いと言えますね。で超強拡大爆破弾はまあ誘発性のあるんですけども、ちょっとまあバランス型なんで属性友情欲しかった感はありますね。で現状の明確な仕事は少ない、まあ、友情コンボの関係上低難易度で使うってことはあんまなさそうですし、まあ、高難易度の方でもまあディビジョンとかそのあたりしかないんですけども、まあ、ただ殴り性能は玄関強でも高水準、まあ、友情コンボも全然平均以上だと思いますし、 SS に関してもまあ16ターンからにしては効果満載、まあ、大号令弱点効果アップ割合効果なんで、まあ、いろんな状況に対応できますし、スペックとしてはかなり高いと言えますね。まああととにかく鉄製クエスト作りやすそうだなと思いましたね。まあバイタルキラーとか超埋水の関係で一撃がでかいというか、まあ、最初の一撃が重要なクエストかつ、まあ、正確に弱点を殴るクエストみたいな、まあ、最悪ミスってもこの割合 SS で削ることもできるよっていう無理やり、いろいろとはめやすそうではありますね。で結構最近こういうクエストあったなと思ったら、あのコナンコラボのジン超級ですね、まああのクエストのシステムがかなり理想に近いなと思っていたら、まあ赤井さんと似てましたね。ギミック対応とバイタルキラー M が共通していたんで、まあ、今後ああいうクエストが来たら活躍しそうな気がしますね。まあなので現状持て余してる感じはありますけども、まあ浦原キスケみたいに、まあ今後高難易度でガッチリ仕事もらうことがあったら嬉しいですね。続いてアーニャフォージャー SS ご覧ください。よもつ戦を退こう。で注目点はやっぱり SS もそうでしたけども、サポート性能ですね。特に友情コンボの方はユースピアップで味方の友情コンボと、まあ、直殴りのサポートを行える。でバウンドチャージで SS を短縮できるんで、もう単純に強いキャラクターと相性がいいですね。でアビリティの方ではリジェネ M 超レザスとバリア付与で、まあ、火ダメを軽減するってものが多く揃ってますね。でギミック対応はダメを魔法陣に加えて未知数の転送壁対応をもらえまして、まあ、今これ怖いのが、まあ、現状アンチ転送
カビを持ってるキャラクターがネオ以外光属性っていう、今4体アンチネソカビいるんですけども、そのうちの3体エルマルー&コニールアルファ、ムーの獣神化カエでアーニャっていう。でまあ現状やっぱりサポートキャラクターなんで相方が欲しいんですけども、その候補としては、まあ、光属性ダメを魔法陣対応だけでなく種族のアジン、撃種の貫通で戦型のバランスが立って、この辺も一致しているんで身の共有ができる乙骨ユータですね。まあ、こことはもう相性抜群と、もともと強力な乙骨の友情コンボをさらに強化できますし、まあ、バウンドチャージで SS の短縮も可能、まあ、しかも SS のデバフ効果でさらにね火力を上げることもできるんで、まあ、強さをさらに引き立たせることができるんではないでしょうか。他の相方候補としても安室さんとか、まあ、あの SS は味方触れる必要があるんで、まあ、それを加速で触れやすくしたり、まあ、バウンドチャージで SS のループがしやすそうってことですね。まあ、結構安室さんに乙骨1アーニャ1の編成は強かったですね、使ったんですけど、まあ、そういう現状相方もちょこちょこいて、しかも今後も転送壁太陽の活躍もあり得るってので、まあ、将来性の塊とも言えますね。まあ、ただ懸念材料としてはアーネ自身の火力は乏しいと、まあ、超バランス型と、まあ、一応 SS の自強化もあるんですけども、まあ、友情コンボ自体では火力全く出せないんでその辺乏しいですし、まあ、現状高難易度の鉄製も実質今貫通ダメの魔法陣対応なんで、まあ、少ないですね。で今のところ絶対アーネが欲しいなって場面あんまり見当たらないですし、乙骨とか安室さんなどの相方を全く持ってない場合は起用する機会ってのはあんまりないかなと思いますね。まあ、結構ネオの影響もありそうですけど、こういうサポートキャラ増えてきますからね。この辺もかなり群雄割拠なんですけども、まあ、ただ他のサポートキャラクターの差別化としてやっぱり転送壁対応でかいなっていう、まあ、これほんと今のところ将来性でしかないんですけども、最近ポチポチ増えてますし、まあ、今後転送壁時代が始まる可能性ってのは全然あり得るんで、まあ、それがあったら評価はじわじわと上がっていくんじゃないかと。まあ、まだ高難易度で必須になることはなさそうですけどね。結局原則壁もあのクエストの詳細のギミック一覧に表示されてから、まあ、絶対クエストが出だしたっていうティファレットとかそうなんですけども、まあ、かなり未来を見据えたサポーターではないでしょうか。で最後が夜フォージャー SS。 はい、大変恐縮なのですが止めさせていただいてもよろしいでしょうか。救いを求める力がこれほどに強いとは大変恐縮なのですが、いつも止めさせていただいてもよろしいでしょうか。勇ましき者よ、私が戦い見事な。ギミック対応がまあ地雷ブロック減速壁とまあ豊富と言えますし、それに今火力強化アビリティもちろん、まああと結構かゆいところに手が届くと言いますか、無属性耐性 M とゲージ倍率保持で原作再現の毒無効を持ってますね。であと SS に関して追撃が強力なんですけども、まあ、弱点必中ではないんで若干扱いづらさはありますね。まあただその分 SS 短縮持ってるんで回転率がいいで、弱点露出とかゲージ減速壁によって弱点ヒットが狙いやすい。まああえて減速壁を外して弱点の目の前に配置することできますし、でゲージを外してしまうと攻撃力下がるんですけども、それを、まあ、ゲージ倍率保持によって、まあ、防止できるんで、このあたりを考えられてそうですし、まあ、全然利点の方がでかいですね。で友情コンボは両方とも非属性なんで超バランス型の倍率が乗る。でエナジーボールはダンク式必中ではないんですけども、まあ、一撃の火力は高いロマン性がありますし、まあ、高難易度で活かせるってこともよくありますね。で超絶バラージショットガンは近くの敵に飛んでいくんで必中ですし、まあ、その周辺へ待ち込むこともできるんでかなり殲滅力も高いですね。とにかく対非属性に強い性能はもちろんのこと、すでに仕事が多いと、まあ、希少なカウシーディア鉄製から、まあ、豪絶とかキンキン仕事を持ってるこのギミック対応ですし、まあ、低難易度の方でも手持ちが少なかったら割と起用しても良い。主に超絶バラージショットガンで削ってくれることがあるんで、まあ、そういう友情とも言えますね。本当に単体性能というか一体でできることが多いっていうの、このアビリティの豊富さと、まあ、友情コンボでの貢献で SS の追撃の火力の高さもちろんのこと、弱点露出もあるんで最悪、まあ、自強化と弱点露出と考えて後続の、まあ、サポートという考えもできますし、まあ、かなり優秀で、まあ、ライバルも多いんですけども、その中の筆頭候補のエビスとは、まあ、むしろ相性がいいと思いますか。余計友情コンボで貢献できますし、まあ、ただ問題点としてはもうすでに仕事を持ってると言いますかね、埋水減速壁、埋水ブロックなど、その辺のセットであらかた活躍しているんで、将来性は低いんですけども、このスペックを生かして無理やり起用することもできそうな、まあ、なんかダイとか篠田さん思い出す活躍をしてくれたら嬉しいですね。まあ、という3体でした。でも当たりキャラクターですけども、まあこれは変わらずに、まあ現状仕事が多くて、まあスペックが高いヨルさんが当たり枠ですね。で、まあロイドとアーニャは両方とも将来性の面が強いんですけども、まあ、手持ちが豊富、乙骨とか安室さん持ってると、まあアーニャは結構楽しいと思いますし、まあ、逆に手持ちが少ないとなると、まあロイドの方が優勢かなと思いますね。この辺は変わりそうで、引くべきかどうかですけども、まあこの3体だけだったら、まあヨルさんがちょっと追う価値があるかなってぐらいで、やっぱ今を考えると、ロイドとアーニャは最悪持ってなくてもいいかなと思いましたけども、ただやっぱり今回の1個の利点がありまして、
鳥獣神祭とコラボしているっていう、ラブライブ方式の復活で、まあ期間の短さはかなり厳しいですし、まあなんとなく普通のコラボガチャよりも厳しいんではないかと思ってしまうんですけども、まあやっぱり同時に、まあ今の環境最強クラスのネオを狙えるってのは大きいことではないでしょうかと。まあネオ持ってない人はもちろん本当にこれ複数体持っていても全然いいキャラクターなんで、なんなら理想ですし、まあ、ネオを狙いつつこの3体狙えるってのはかなり、まあ美味しいと思ったんで、ここ完全するってのはもったいないと思いますね。ちょっとは引いていいと思う。まあ怖いのが6月7月のイベント、まあ特に7月はフラパがあって、そこでは、まあおそらくコラボも発表されるだろうということなんですけども、去年のラブライブを考えるとね、結構あれを引かずに後悔したってことが多かったんで、まあそれ考えるとちょっと今回は手を出していいんじゃないかなとは思っております。まあ本当に怖い方はまあ焼け石水かもしれないですけども、まあ水曜日モンストニュースがあるんで、なんか水曜だからちょっと怖いですけどね。この後にアルファイベント来るみたいな予想もありますけども、まあ怖い方はモンストニュースを見てから、まあ僕はちょっと本当に、まあ全力は出しちゃいけないですけどね。まあ、ということでよかったらコメントとか皆さんのまあコラボの感想とか、あたりキャラクターいましたら教えていただけると嬉しいです。あとついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんでよかったらしていただけると、モチベーションつなぎ合わせんでよろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。すなら。